なぜ俺は奴らを救うんだ？待って、俺何しなきゃいけないんだっけ？そうって、なんか、ちょっと待って、なんか、レベル、な、うん？なんかのエリアに入っちゃってる。フラクシオと話す。前回ね、俺はね、チョコボをゲットして、チョコボをゲットして、さらに、吟遊詩人になったんだ。弓術師から吟遊詩人になった。あれで移動ばかりや。おお、引っかかった。待って、道わからん、道わからん。ここまっすぐ行くと、あ、クラクシオを探す。そうだそうだそうだ、なんか家出少年がいるんだよ。そうだ、思い出した。家出少年がいて、そいつが帰らんとかほざいてるから、そいつを捕まえてどうこうっていう話だ。思い出しやした。わ、わ、わ、決意のバトル？なんだ？何と戦うんだ？さっきの冒険者でフッチ？もうしつこいのでフッチ。アリアドには帰らないったら帰らないのでフッチ。おおおお、黒い。あ、悪い子主婦？な、何のようでフッチ？アタピはいい子でフッチ。悪い子にならないでフッチ。わわわわわ。イダとパパリモだ。ナス。こいつら、万神ラムーニ、テンパード、あー！テンパードされ、テンパードがあれだよね。洗脳みたいなやつだよね。テンパードにとって、万神は絶対の存在なの。いやー、じゃあ、こいつらと戦うのか。あれ、お前武器変わってね？オッケー。あ、魔法使いいるな。あ、やばいやばいやばい。魔法使いからぶっ倒そう。なんかこれ使えない。あー、レベルシンク。あ、違うだ、交換しちゃった。次がこっち。あ、パパリモ、モルボルだって。モルボル、あ、先にこれはあれだわ。とりあえずでもなんか敵弱いから殴って勝てるわ、これは。パパリモたちも強いしね。モルボルみたい。あー、モルボルってこいつか。で、あとはモルボルを倒そう。あ、どうしたどうした、逃げる逃げるの、なんで。あ、なんか逃げた。え？逃げるの？助かったので、助かったでフッチ。怖かったのでフッチ。暗くしよう。怪我しないでフッチ。悪い子シルフになってないでフッチ。おむしろ、どうして助けてくれたのでフッチ。カリアドを出てったアタピのこと嫌いじゃないのでフッチ。嫌いじゃ。大事な仲間なのでフッチ。心配してくれたので、フッチ。当たり前のことで、フッチ。ごめんなさい、フッチ。アタピは怖かったので、フッチ。カリアドのみんなが、シルフ族以外と仲良くしてたから、神様と一緒にいる子たちみたいに変わってしまった。あー。大事なのは変わってないので、フッチ。アタピがおバカだったので、フッチ。助けてくれてありがとうなので、フッチ。人にもいい子がいた。人ってなんかカタカナで書かれるのすげえやだな。まあ、いいや。先にコムシオとカリアドに帰ってるで、フッチ。なんか種族味が強いよね。
オッケー。レベルシンクが解除されました。で、あー、まっすぐ行けって書いてあるな。コムシオに連絡。さっきのモルボルどこ行ったんだろう。ボスなら戦いたかったな。わしくったモルボルから倒すべきだったのか、あれ。やったな。モルボルが一番ウェイト重いと思ってたから。参加しないです。お、誰かいる。いや、マジさ、このゲーム内を走ってたら誰かいるっていうのがすごいよね。いやいやいや、コムシを。あ、距離が遠すぎます。クラック氏を助けてくれて本当にありがとうなんで、フッチ。家族なので、フッチ。と思ったので、フッチ。アタピラシルフ族と人の中を深く繋いでくれる英雄に違いないので、フッチ。うちの蝶ちゃまに会うこと、は長老に会わせてくれるって。蝶ちゃまは何？頭抱えと。なんだろう。何何？地上でのマウント移動速度が。なんで？なんで？マウント移動速度って何？大前提。いろいろ感謝しっぱなしで、フッチ？いないので、フッチ。おー。南部森林に行け？バスカロンという人が幅を利かせてる。はい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 。グリアリアから来た？あ、一回グリタニアに帰れっていう話ね。ということは？グリタニア新市街に一回帰るってことはデジョン。オッケー。で。で？あー、ソージャ島の本部に行けど。オッケー。いやー、マジおもろいわ、このゲーム。おい。おや、特殊殿じゃないか。考えていた？はいはいはい。南部森林へ向かうのであれば、ベントブランチ牧場。ギアモルコー。はいはい、ギアモルコーにはいいけど。これはね、もうね、飛びます。ギアモルコーに会いに行け。いたいただ。こっちか。オルセル大佐、大河佐から伝言だと？バスカロンのとこに来るのかい？南に抜けるといい。南に抜けるといい。あー、こう、おっちょいちょいちょい。じゃ、チョコボに乗って、向こうに走ると。あわわわ。走れと。合ってるかな？多分合ってるよね。合ってるかな？それで。こっちで。いや、マジ、チョコボいるとマジ移動早いわ。マジ、走ってたの行かれてたわ。で、ここまっすぐ左側だよね。こっち行って、なんだなんだ？あ、こっち側だった。
こっちか。オッケーオッケー。墓とかあるとこだって、こっち。よし。あれ、ここ来たことある俺。おおお、なんだあれ、すごっ。来たことない気するな。あ、いざとパパリモだ。到着。バスカロンいた。オッケー。よう、よく来たな。俺は鉄腕のバスカロン。バスカロンドブラザー、ん?バスカロンドラザーズ?ゆっくりしていくといいさ。シルフの長老が行方知れずだって?調べておいてやろう。兵士に商人、それに冒険者まで幅広い客が一時の、ん?一時の羽休みにやってくる。え?道路法が入ってくるまで少し時間がかかるだろう。依頼を受けてみねえか?はいはいはい。なんか暴れてるやつがいるらしい。暴れてるやつ?わわわ。酔いてくん。ほら、何見てんだ?えっく。やるのか?ほら、見せ物じゃねえぞ、こら。これを?バシャーン。わあ、冷てえ。何しやがる?あん?喧嘩ってのはこのシェーダーの野郎が。ごはっとってか?勘弁しといてやる。いや、逆にブチギレそうだったよね、普通に。ご苦労だったな。酔っ払いの勢いで気に食わないで喧嘩を売るた。はいはいはい。シェーダー族だ。ならず者が多い。ぶっきらぼうな連中だが。悪い奴じゃねえ。僕の、あ、いい人じゃん。いい人じゃん。なんかもらったな、今。なにこれ。鶏卵。鶏の卵。あ、防具もらえる。お前さん、なかなか筋がいいようだ。お疲れさ。キキルーン族を助けてやったことあるってな。エテルンが忘れていった荷物を見つけてな。リムサロミンサの国際外資、リムサロミンサ?と!と!あの、このガンガン飛ぼう。今日俺メインクトリーめっちゃ進めたい。オッケー、これで。ああ、テレポしない、テレポしない。バカバカバカ。あ、ここ走るってないな。オッケー。これで走り続けて。あ、いた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 、こいつは。ほい。国際外商通りへようこそ。キキルン族?テテルンのことだろ?キョキョルン?テテルン、キョキョルンって。わからな。リムサロミサ去った?で、どこに行くと?あ、すぐそこ、地下。こいつあれじゃん、なんか依頼やったよね、俺こいつの。お客ちゃん、いらっしゃい、いらっしゃい。違うっちゃ。あれ、こいつじゃないっけ?新鮮な鶏卵いただいたっちゃ。テテルンここから旅立ったっちゃ。チャリチャリ求めて旅立っちゃ。言えない。ポーチラノシア。ワインバーグ。うわー、ちょっと待って、このクエストバカだるいのでは?
や、これね、結構だるいクエストだわ。やばいわ。無限に走るパターンだ。なんだあれ、なんか目立つね、この人。すごい。あかな？え、もう一回。こっちじゃないっぽいね。あ、待って、俺マジこれもう本当に走るの結構。ね。あ、船で行くのか。船で、ああ、あっちだ。船で、釣りなんかあるんだ。すご。ワインバーグ。出てるってやつは、うん？ってやつを追いかけて、ポーチラノシアまで行きてんのか？エールポート行きの船に乗りな。はい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 。アルドフード。もう一生人と喋ってる。エールポート行きます。無限に喋らされてるわ。出てて。エールポートに着きました。乗れんの？あ、乗れるんかい。近っ。テテルに会いたくてラノシアに行きたい？それはご苦労さんだ。スカルバレーを越えて北に向かいな。待って、これマジ。無限の大移動だ、これ。しかも何がだるいってさ、あれなんでね、ワープ、船のそのさ、船の乗り着き場とかにさ、行かされるせいでさ、こっちね。ワープとかがあんま機能しないんだよね。どうせ行くしっていうので。で、これは右左どっちだ？右だね。M ってマップ？あ、M でマップ開けんかい？オッケー。ここは初めて来る場所か？もうね、今日はひたすらメインストーリーを一生やるわ。いた、テテルン。テテルン。お客さんいらっしゃい。いらっしゃいか？本当にやばい。やばいやばいやばい。マジ。シルフ族の喋り方バカ引き立ってる。これで忘れ物？出てるんドキドキ隠せないっちゃ。バスカロン元気にしてるっちゃ？わ、あーでもどれも弱え。わ、弱え。今より弱いのか。何これ、ウェポンチェストレベル21から3023。へえ。酒作るっちゃ、材料取ってくるっちゃ。クアールパップ倒して、クアールパップのヒゲ、クアールパップどこだ。あー、これまた遠いお使いだな。え、嘘嘘嘘嘘嘘。泳ぐなんてあるんだ。すごっ。え、チョコボ。え、チョコボ泳いでねえのかよ。え、なになになにこの音楽。待って、道合ってる？あー、合ってるっぽいね。うわ、すげえ、なにこれ。え、やばっ。やば、何これ。骨。え、何の骨。バイ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 、落ちる落ちる落ちる。いた。嫌な予感。あー。え、死んだ。
え、高所からジャンプしてもなんか体力1残るんじゃないの？うわ、マジバカだり。マジバカだるい。バカだり、バカだるい。うーわ。これ、俺、今回、あれしてる？うわー。うわー。マジ無駄がね。高いところから落ちても死なないって聞いてた。マジ？なんだよね。うわー、待って、これの、この散歩マジバカだりーわ。うわあ、ありえそう、これは。よ。ポーチラノシア行って、ラノシアからこうか。うわあ、マジバケモン。で、結構メインストーリー進めたら、銀遊詩人のあれもやりてえわ。ジョブクエスト。マジやられた。しかも上行く必要なかったけど、うわ、すごいね。上行く必要なかった感じだよね、これ。マジ意味わからんことした。コボルトピックマン。クワールパップ。クワールパップだよね。全然違うわ。水はいけるのかい？いけるんだね。あ、なに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 。え、推奨レベルを大きく超えてるため。なんで攻撃することができません。なんで。あ、レベル芯殺そうよね。あ、やばいやばいやばい。あ、俺めっちゃ強かった。おお、何あれ、なんか使えないんで。これレベルシンクされてるから使えないのか。いやー、おもろいわ。ただこうやってさ、突っ立って殴ってるだけだっておもろいわ。オッケー。ごめんね、なんか急に横やり。俺はこのクワール、あ、マスタークワール違う。ん？クワールパップ？なんだマスタークワールって。あ？待って、ちょっと待って、なんかおかしい、なんかおかしい。ん？あ、びっくりした。ん？いたいた、なんかまひってる、まひってる。あ、クワールパップこっちか。何が違うん？マスタークワールとクワールパップ。オッケー。ああ、死んでない。じゃあ、オッケー。これで酒作るってどういうことだ？これで酒作るらしいんだけど、このひげで。オッケー、いいのと。オッケー、帰ろう。
結構マジ大移動させられたわ。あ、引っかかった。おお、絡まれる絡まれる。このまま走ってって、ワイルドウルフガリガリすぎ。出てるん。さてさて、モリモリ作るっちゃ。このひげでさてってどうやって作るの。少し待ってるっちゃ。オッケー。アスカロンに届ける。1年しっかり寝かすっちゃ。はいはい。うん、バスカロンにカツカツっちゃ。あー、こいつはバスカロンよりもいい店を、うん、でかい店を作りたいんだ。で、俺はもうこれはアップします。これはもうワープした方がいい。この距離を走って移動はできない。オッケー。ん？まだ？はい。よし。てん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 。なんかチョコボの音楽変わんないのかな？無限に一緒だったらちょっと飽きるな、この曲。あーあーああ、ここね。到着。あれ、パパリモトがいなくなってる。はい。帰ってきたか。無事に届けたけど、何の音？ビキルンブドウじゃね、ん？なんで読んだ？濁り酒？寝かしとけばいいんだな。あ、待って、一回り強い。これが履いたガン、これじゃないと装備できないね。これだね。よし。仕事してる間に情報が入ったぜ。はいはいはい。よし。で、俺は今装備をゲットしたから、アーマリーチェスじゃない。無事死んじゃ、マイキャラクター。で、腕。あ、待って、悪くない。これ、色変えれんのかな？あ、一回変えてみよう、試しに。アイテムの色を変えるのに、あ、じゃあ、俺たちチョコボに全部集めた。ダラガブレッド。ローズピンク。ピンク取っとこう。ん？チョコボのカバンから直接使える感じ？もしかして。あ、いいや。あ、違う違う違う。で、いい。で、染色する。これだ。タラガブレッド。染色開始。染色しました。うおー！あ、そこだけ？あ、でもやっぱいいわ。いいわ。うわ、やっぱ嬉しい。で、何すんだっけ？操作。走って話聞くパターンね。こっち行って、ん？どっち行けばいいんだ？あー、ここら辺をひたすらなんか見て回ればいいのか。ほい。ほい。
待って、なんか俺友達欲しかったな、この FF の。なんか一緒にやるクエストとかいっぱいないのかな。やっぱダンジョンなのかな。あー、あの上だ、釣り。なんかさ、あれなんだよね、リスナーとやるとさ、いくらなんでもさ、俺がさ、雑魚すぎて、9割キャリーなのよ。あー、間違えた。ぶっちゃけ、昨日とかバカ助かったんだけど、あれとか、なんだっけ。なんか落とし物拾う見た時にさ、俺バカボコボコにされたじゃん。あれはあれで、あれとは別で、やっぱなんかギルドとかそういうのいいなぁ。何あれ、何あれ、気になるけど今やめとこう。なんか同じぐらいに始めましたみたいなさ、友達いるとやっぱ楽しいんだろうね。オッケー。ブラッドバス？なに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 ？え？なに？え？あ、お前？なんで俺絡まれてんの急に。オッケー。で、チョコボ、チョコボ乗って。結構走るんですね。結構走らされますね、これ。今は、あ、あ、なんかあったな。こっちか。あったあった。で、あともう一個走ってこう。で、こっちか。ん？どこだ？上か。うわ、ちょっちめんどくせえな、こいつ。あたたたたた。めっちゃ追っかけられてる、あの人。めっちゃ追っかけられとう。わわ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 。おー、戦うか。おい。あいつを、クソビリビリバリバリ言ってるわ。これ自分の状態異常ってどこで分かるんだ。なんか鳴ってるっぽいんだけど何か分からん。腕行こう。で、このまままっすぐ進んで、なんか行きは遠く感じるのにさ、帰りは近く感じるよね。え、誰と話すんだこれは。ああ、バスかのか。帰ってきたか。帝国兵が潜んでたよと。何の目的で。あ、そう、帝国が来たからなんか逃げてるみたいな話あったね。手引きしてる奴がいるな。ブリダリナの英雄だ。え？これがファイターレベル23から使えるやつね。オッケー。